はい、どうもこんにちは、元です。今年でですね、チャンネル登録1000人目指しておるので、よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ということでですね、今日は久しぶりのイチロー選手使ってみた、やっていこうかなと思います。で、なんでイチロー選手使おうかなと思ったんですけど、最近だともう高橋由伸選手ですとか、もうイチロー選手を結構ね、守備要員みたいな感じで使ってる方も多いのかなと思いまして、いや、イチロー選手はまだまだ舞えるんじゃないかっていうのをちょっとね、試したいということで、ちょっと今回はイチロー選手使おうかなと思いました。で、前回の動画でも高橋由伸選手使ってみたで、まあどっちの方が使いやすいんだっていう動画を撮りますって言いながら、結構動画を撮ってなかったので、やっとで今回イチロー選手やっていこうかなと思います。で、今回の企画としましては、10打席中どれぐらい打てるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思いますので、まあもしよろしければ、ご視聴よろしくお願いしますと。で、簡単にちょっと能力紹介やっていこうかなと思います。で、もう守備は S で最強ですね。で、弾道が中弾道ミートから89、75、86となっております。で、もうセンターも84、レフトも75で、裏捨ても最強っすね。84、87、94ということで、どこ守らせても抜群に OK と。で、特殊能力としましては、超アベレージヒッターエリア51イチローということで、まあもうね、説明もいらないのかなと。もう使ってる人も多いのでね。なので、今回はちょっと久しぶりにイチロー選手10打席使ってみて、どれぐらい打てるのかやっていきましょう。よろしくお願いします。ワンボールワンストライクです。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、入った、おー、打っていきましたが三振、引っ張った、ファーストが取る、これが4球目、よく見極めました、ファーボールこれですよ。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ジャストミート、落ちた、ヒットになる、先制のランナーが三塁を回った、はい、イチロー選手使ってみた、どうでしたかね。いやー、まあ最初はね、ホームラン1本打って、その後ヒット4本か、あとはフォアボール1個に、まああとは凡退ということで、まあ打率的にはまあ半々っていう感じですかね。はい、いや、ただね、イチロー選手のね、こうヒットの打ち方というか、まあ、僕が下手なんであれなんですけど、なんだろう、こうコツンと当てた感じでこう落とす、センターとこう内野手のこの外野とね、内野の間に落とすような感じって、なんか案外イチロー選手な感じだなっていうので、ちょっとね、ヒット打つと結構嬉しい感じになっちゃいましたね。はい、で、ちょっとね、これ見るとイチロー選手って開幕から4番とか打ってたんですね。ちょっとね、昔のイチロー選手の成績をね、ちょっとパパッと見たんですけど、すごいっすね、4番も務めたり、結構何でもできてたんですね。はい、いやー、ただね、どうだろう、みんなはイチロー選手がいいのか、高橋由伸選手がいいのか、その他って言ったら鈴木誠也選手か、あとは里輝選手ですとか、も福留選手使ってるけど、最近もうあんま見ないかなって感じなんですけど、はい、なので皆さんのこのライト、一体誰を使ってるのかっていうのをね、また教えていただきたいなということで、今回ね、イチロー選手やっぱり最強ですね。イチロー選手使いやすい、ミートでかいですしね、僕みたいな下手くそなやつはね、やっぱこうミートがでかい選手っていうのは一番使いやすいので、はい、で、またですね、今後もいろいろと使ってみた、やっていこうかなと思いますので、またですね、今後も動画楽しみにお待ちくださいということでですね、皆さんよろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。今年で1000人目指しております。
もしよろしければコメントとかでもですね、こういった選手使ってほしいとか、僕阪神純正でやってるんですけど、なかなか最近ちょっと阪神純正も、ね、取れてないので、まあ今後もねちょっと阪神純正、せっかく前回の動画見てなかったらあれなんですけど、近本選手とか、サトテル選手も当てたので、ちょっと使ってみた、やっていこうと考えてるので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回の動画はこれぐらいにしようかなと思います。じゃあそれではまた次の動画で会いましょう。またね。